は美容 の方にもすごい興味を持って勉強できたなって思う3年間だし、そうですね、まあ、4年目はもっともっと、まあ、普段 UFGS ができなかったにはない色気とかをちょっとずつ今年は出していけたらなって思います。ありがとうございます。もうちょっとで4年目なんですけど、なんだろうな、そう、難しいダンスとかにも最初はあの苦戦とかしたけど、最近はめっちゃみんなでドヤ顔までするようになって、と私は個人的にあのファッションブログをちょっとやらせてもらってるので、そうですね、 UFGS のファッションリーダーとして頑張っていきたいなって思います。4年目、はい、頑張ります。よろしくお願いします。4年目に突入する UFGS ですが、そうですね、こうね、年を重ねるごとに、回を追うごとに、どん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 ダンスの種類が増えていく UFGS に、ちょっと毎回戸惑いを隠せない自分もいますが、こう自分で何かこう変えていきながら何かを表現していくっていうことがすごい楽しくなってきたので、最近席では自由奔放にいきたいと思いますので、よろしくお願いします。おっす。森崎です。そうですね、4年目ですよね。3年間でいろんな森崎が自分自身見れたなと思うので、4年目もですね、本当いろんな自分を見ていきたいなと思いつつ、女性の同性の方からも本当に憧れられるような存在になった7人になっていけたらいいなと思うので、20歳になって大人可愛いを目指して頑張っていきたいと思っております。はい森崎でした。私も本当に、まあ、最年長なんですけど、まあ、色気がないとか、まあ、セクシーに踊れないとか、まあ、すごい言われるんですけども、まあ、やっぱ UFGS としてあのたくさん踊りを覚えたことにより、前よりは少しはセクシーに踊れるようになったんじゃないかなとみんな、なんか手とか振ってますけど、みんな手を振ってるよ。本当にそういう意味でも、やっぱ女子力感とかっていうのは本当にやっぱ UFGS としてやっていくことによって女子力感、やっぱセクシー度が上がっていくと思うので、はい、4年目はさらなるセクシーを目指して頑張りたいと思います。ありがとうございます。UFGS に入った頃は高校1年生で、高校入ったばっかだったんですけど、もうそんな私も高校卒業して、なんかこれからやりたいことはカバーダンスいっぱい集めて、それをみんなでずっと連続でぶっ通しで踊るみたいな、そういうライブをやってみたいです。なんか1部が UFGS で2部がワープがみたいな、そういうライブとかもできるぐらい、ちょっとこれから頑張っていきたいなって思います。よろしくお願いします。ここから4年目ということで、もう本当にこれ以上ないって思うぐらいに大事な時期だと思うので、やっぱどんどんこういい意味で別々の活動としてもやっていけてるし、アップガと UFGS ができてるし、やっぱどっちも今が大事な時だからこそ、やっぱどっちものいい部分を生かして、私たち個人が成長していければ、バップガールズ、カッコカリも UFGS ももっといいグループになっていけるかなと思うので、私は UFGS のリーダーとして4年目も頑張っていきたいと思いますので、皆さん力添えどうぞよろしくお願いします。こんなリーダーですがよろしくねんじゃあ4年目もみんなで一つになって頑張っていきましょう。はい、 UFGS ハラユー